と今日は4年ぶりに会う友達が東京から来てくれています、ね、今ハワードめっちゃ渋滞してるけどこちらだったら30分ほどで着くそうですなんと昼から行っちゃいます。ごちそうさまです。カウンターさんの隣に。はい、あ、来た。すごい、いいな。基本ね、あのハサミ使えるところはハサミ使います。安全なので。ありがとうございます。マッツアップ、皆さんこんにちは、まるです。はい、ただいまゴールデンウィーク真っ只中です。私は今、八尾空港に来ています。なんと今日は4年ぶりに会う友達が東京から来てくれています。ちっちゃい時しか釣りしたことないらしいんですけど、今から白浜に行って釣り堀に行ってみたいと思います。じゃあ紹介します。お願いしますマッツアップ、皆さんこんにちは。紹介してもらったちーちゃんです。今日はゴールデンウィークなんで高速がめちゃめちゃ混んでるっぽくって、なんとたまたまうちの社長と専務が白浜まで仕事で物件を見に行くだとかそういう用事があるみたいなので後ろが2席空いていたんです。なのでちょっと便乗して白浜まで連れて行ってもらいます。イエーイ、ね、今ハワードめっちゃ渋滞してるけどこちらだったら30分ほどで着くそうです。白浜空港着いたら会社の車が置いてあるのでそれで10分ぐらいで行けるんで行ってみたいと思います。よいしょ。今夏でさ、白浜まで行ったら4時間ぐらいになっちゃったからさやばい、やばいね。これやったら30分です。前回この動画でセスナで空から遊漁船を探すっていう企画があったんですけど、その時は平日やったからあんま人おらんかったんやけど、今日は結構いますね、人が。ゴールデンウィークだね。27, 2 arrival behind you. Order shuttle runway 27, 8 8 1 alpha. めっちゃ早、もう着いた。めっちゃ海きれいやった。後ろに見えるのが南紀白浜空港です。早い。今まだ空港の中にいるんですけど、これが滑走路です。じゃあこれから釣り堀に向かいたいと思います。
今車に乗り換えました。社長がお昼ご飯おごってくれるって言うんでちょっと腹ごしらえしてたらお腹すいた、ね、釣り堀行きたいと思います。はい、今日のランチです。いろいろあります。牛鍋も美味しそう。あの、ね、熊の地丼がこれいいね。あの牛肉とかある。これするこれにしよう。美味しそう美味しそう。なんと昼から行っちゃいます。ごちそうさまです。カウンターさんの隣です。はい、めっちゃ美味しそう。やっぱお魚よね。卵溶いてとろろに入れてかけて食べる。ありがとうございました。いただきます。はい、今ちょっと車で降ろしてもらったんですけど、高田の釣り堀、手ぶらで行ける釣り放題、2時間釣り放題やろうか。これでお値段が、おお、めっちゃ綺麗じゃない。人めっちゃいっぱい、ね、めっちゃおる。まあ、でも入れてよかったね。よかった。ここで釣れるのがタイとアジとイサギになります。他にもこちらに書いてあるようなゴンズやアイゴといったような毒の魚釣れることもありますので、こちらが釣れた際にはスタッフ呼んでください。こちらで取り外しいたしますね。はい、魚が見えてる。行きまーす。話の話やもんね。あ、なんかでっかいの来た。あそこにおるの。めっちゃ群がってる。ちっちゃ。簡単に釣れると思ってたんだけど、釣りって忍耐。こんな忍耐よね。耐久性。なんかちょっとさっきフィーバーがあったんやけど、今全然釣れてない。おいで。おお。いいな。しかも鯛。やば。すごい。釣れたー。念願の。なんかちょっとでもいい色がなんか闇を通ってきた鯛みたいな。結果発表。ちっちゃん残念。全然思ったより釣れなかった。なんかそんなに釣れてなかったよね。ちょこちょこちょろちょろしか。とりあえず鯛とアジが一匹ずつ釣れたんですけど、ちっちゃんまだ沼には。はい、ありがとうございます。いっぱい入れてくれた。ちいちゃんまだ沼にはハマれませんね。ハマれない。これからですね。そう、これからビギナーズラック全然できなかった。また次回ビギナーズラック狙って頑張りましょう。はい、2匹しか釣れんかったけど結構何匹かね、はい、くれたからこれを持って帰ってちょっと会社のとこでさばいて晩ご飯にしたいと思います。食べよう。食べましょう。よし。
ね、こんなに増えて今日の晩ご飯、ね、いっぱいできた。今日は会社の人たちと一緒にバルコニーでバーベキューしたいと思います。はい、楽しみです。じゃあさばいていきます。基本ね、あのハサミ使えるところはハサミ使います。安全なので。ここね、ディスポーサーがあるから最高なのよ。なんかやっぱりちょっとあの色が違うね、いつものタイと天然とは違うのだろうか。珍しくね、社長が保養所にいらっしゃるんです。ちょっとこの釣ったっていうかもらった鯛を食べていただけますね。お刺身と開けていいかな。今塩焼きにしています。美味しそう。で、あら汁もやります。あとはね、ちょっと魚だけやったらあれなんでそうかね。お肉買ってきました。イエーイ。じゃあ早速。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちーちゃん、ありがとう。ありがとうございます。美味しい美味しい